こんにちは、ゲーム動画で行こうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます？はい、前回この、左上に見えますカタノフラメンコが、引退いたしまして、繁殖入りを、いたしました。今回はそのカタノフラメンコからを種付けしまして、新しい、子供を、世代の子供を作りたいと思います。まずまずでしょうか。この配合はダメです。まずまずでしょうか。配合です。富士奇跡。まずまずでしょうか。おお、なかなかですね。ルーラー。この配合はダメです。まずまずでしょうか。やはり、覚醒している馬がいいかもしれないです。まずまずでしょうか。いい配合です。フレンドから、探してみましょう。いい配合です。マルゼンスキーの四角星というのがありますね。まずまずでしょうか。アメリカンファラオ。まずまずでしょうか。ウルトラレアにバイアリーダークというのがありますね。なんかすごそうだな。非常にタフな産地が期待できるとなってます。サンデーサイレンスか。まあ安定してるみたいですね。まずまずでしょうか。いい配合です。まずまずでしょうか。ただこの配合はダメ。いい配合です。まずまずでしょうか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 。いい配合です。少し悩ましいとこですね。まずまずでしょうか。この配合はダメです。まずまずでしょうか。いい配合です。ステイゴールドですか。面白いかもしれないですね。まずまずでしょうか。いい配合です。まずまずでしょうか。まずまずでしょうか。まずまずでしょうか。いい配合で。まずまずでしょうか。危険な配合です。いい配合です。まずまずでしょうか。まずまずでしょうか。ジャングルポケット。いい配合です。いい配合です。サニー・ブライアンが速攻 150% WBC 来てるのに何だろう。良さそうな感じですね。これ生産してみましょう。それほどではないのかな。青までは行きましたね。お、雪が出てきました。なんだこれ。先頭を走ってるっていうところですね。これ結構今まで見たことないから期待できるのかも。お、青毛。青毛です。はい、続きます。かわいいですね。おお、ということで、父親の名前ズバリなんですけど、
サニーブライアンの略称の、サニブラですね。こちらを、名前をつけてみたいと思います。カタのサニブラ。はい、これでいきましょう。さて、やはり逃げ馬になりましたね。父親同様です。頑張ってね。 2000m あたりは得意と言ってます。おそらく芝でしょうから、芝を走らせたいと思います。今の調子なら勝つ見込みは十分です。ただいまより投票受付を開始します。よっと、すごい 1.1 倍。これ初めてかもしれないな。もちろん不動の軸です。もちろん芝で2000というのは、まあ、条件が合ってるからなのかもしれないですけど、これ期待できそうですね。さあ準備が整いました。勝って当然、勝たないとちょっとスタートを切りました。12頭まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。大方の予想通り、片野サニブラが先頭に立ちました。それからドキメキハーバー、そしてその後ろから8番モーヨーローレル、それからセーズチャンス、ちょっと離されまして7番シャサハッピー、シーダーセレナードがその後ろ、その3番キラメキワンダー、さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。大歓声に迎えられて片野サニブラ先頭、さあ先頭は片野サニブラが大きくリード、一発二発とムチが飛んで片野サニブラが先頭だ。スエズチャンスが2番手、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。外からはスエズチャンス、先頭浜中と片野サニブラ、ここでは負けられない。片野サニブラ、ひらめきワンダーが差を詰めてきた、ね、外から突っ込んできた、ひらめきワンダー、外からはひらめきワンダーが来ている。どちらどちら、片野サニブラかひらめきワンダーか、ほとんど同時です。もうちょっと楽に勝ちたかったですよね。あと不良が向いてないのかもしれないです。新種、意外な新種でしたね。当然の結果です。一着一番、おめでとうございます。次はダート行ってみましょう。勝てるといいのですが。今回は 1.4 倍。あ、グリグリですね、印が。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。ちょっと出遅れたんでしょうか。7番スズランゾーン、それから9番オアシスパーサー、先行グループからまず見てまいりましょう。6番ラノンフェデリコが先手を取りました。そしてその後ろから1番カタノサニブラ、12番アタックチャンプ、そして4番手に三日月ターンであります。それからタイプライター、2番ピラミッドスペシャル、それからナッツスペシャル、ちょっと離れて3番北国トリップであります。チクタクアピール、ほとんど馬体が合っています。その外10番ホークスホーム、オアシスパサー、場内がドッと来ている、場内がドッと来ています。大歓声に迎えられて片野サニブラ先頭、さあ先頭は片野サニブラが3馬身リード、アタックチャンプ懸命に追う片野サニブラ、余裕がある。ピラミッドスペシャル懸命に追う、ピラミッドスペシャルが2番手、片野サニブラこれはもう楽勝です。片野サニブラ1着、鮮やかに2連勝です。そんなことはないと思うんですけどね。穏やかです。さあ2連勝、すごいです。短い距離走らせてみましょう。勝てるといいのですが。おっと、3位オンズが浮いて 1.7 倍。投票受付を開始します。
瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。平場のオープンどうかな。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートといったところであります。果たして何が行くのでありましょうか。先手を取ったのは1番片野さんに村、はい、高額順を生かして先頭に立ちましたね。そしてその後ろから2番山の剣山、それから4番シークレットバロン、これと一緒にクムダルニョラ、その後ろ3馬身くらいあってアトラクトアプター、そのうち5番ミースガーデン、そして外からは山競馬場、大歓声に迎えられて片野サニブラ先頭、1番片野サニブラがまだ粘っている、2番先頭片野サニブラ、ちょっと差があるアイスシャーベットが2番手片野サニブラ、これ3連勝いきそう。先頭ゴールドベガス懸命に追う先頭山中、これはもう届かないでしょう。3連勝です。嘲笑うかのような逃走劇であります。これはすごいですね。いや、これは結構期待できるかもしれないですよ。ショート調教パートナーですか。やはり、ま、タイプが似ているマルゼンスキーでいってみましょう。何か用ですか。ハードな調教でもテラッとして丈夫ですって言われてます。これはちょっと楽しみですね。次が走ってくれるかもしれません。はい、ということでですね、次回が楽しみなのですが、この動画はここまでです。ブログ、ツイッター、説明欄に書いておりますので、よろしければ見てください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、関連動画、動画プレイリストも、流しますので、よろしければアクセスしてください。ゲーム動画でいこうでした。